はい、それでは僕と無双続き遊んでいきます。本当は今日ねちょっとしこたまってわけでもないんですけど、お酒飲んでたんで実況するつもりはなかったんですが、どうしても伝説編を進めたくて、伝説編を進めるとこのショップじゃねえわ、間違えた、このガチャのねチケット2枚取れるんですけど、今チケット7枚あるんですよ。ちょっと右端の方にちっちゃく書いてありますが、これで、なんで伝説編をあと2章クリアすれば10連ができるので、ちょっとそれ早く引きたいなーってことで、10連でねちょっとパーティーを強化しないと闘技場とかであんまり上行けないんですよね。今60位なんですけども、まあ6、まあ2桁をキープしてればいいかなって感じですかね。じゃあ伝説編をやっていきましょう。前回この旧所故郷からの使者、あの滝という少年がね水を求めて、ケンシロウのいるところに来たわけですけども、まあケンシロウ滝の話を聞いて、滝の村に戻ると。で滝の村ってのはバットが生まれ育った地なんだっけならしいですわね。ただ滝が隣村まで、水を盗みに行ったら滝ぶっ殺されると笑っちゃいけないんですけどもね、まあそういうシナリオでございますわ。でその滝を殺したやつではないか、滝の村には水が出るという噂があるんですけども、それを求めて、ヒャッハーの棟梁ではあるのかな、ジャッカルさんがちょっと現れるっていう感じですかね。それでは読んでいきましょう。10章怒り地獄の果てまでちょっと今酒飲んでるから頭回らないね、もともとかもしれないですけどね、ジャッカルの卑劣な牙はケンシロウがトヨの村を離れた時に、剥かれたかなジャッカルは子供たちを人質に取り村を占領する。一方ケンシロウは村の方角からの銃声を聞き急ぎ引き返すが、ああなるほど、ケンシロウまたこういうね、ケンシロウが 村をちょっと去り際に、野党が襲ってくると。では水がもたらしたもの、これを遊んでいきましょう。ケンシロウくんはだいぶもう強く育っておりますね。キャラをねだいぶ育ててありまして、まあケンシロウもねもうちょい強くしたいんですけどね、今 SS じゃなくて S ランクですからね。あそっか、死んだ滝を持ち帰ったんだな。滝、今の豊さんの声です、よろしくね。これをあなたにと言って、こんな水いっぱいで、なぜ死ななければならんのじゃ。こんなに優しい子がなぜ。この子はまだ7つじゃよ。そっか、7歳か。みんな泣いてるな。わあ。でも安心して、あのケンシロウは200人ぐらい殺してるから、滝のために。安心はできないか。そうそう、あの。汚れない命が奪われてしまう。なんて時代だ。このケンシロウ顔ちょっと変だな。これ別人じゃねえかな。あの井戸からは水が出ないんです、水が出ない、出るはずなんですけども、ちょっと熱い岩盤に阻まれて今水が出ないという状況なんですが、さあその熱い岩盤をどうするかと どこがかいや最高だなこのシーンはこのバットのねセリフもいいんですよね。はっはっは、いくら剣でも岩盤を割るなんていやこのシーン本当に面白いね、ケンシロウは本当滝が行く前に仕事しとけって、まあ後からなら何とでも言えるんですけどもまたねこれで、まあ、滝が死んだからこそケンシロウのカジマのバカ力みたいなのがね、カジマでも何でもないんですけど
まあ、怒りで、力が強まったのかもしれませんですね。岩盤より強いケンシロウの拳と。あ、いや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 これ中にいるケンシロウどうなってんだろう。出た、うん、よかったね。おばさん、神様、ケンシロウイコール神様ってことか。タキは、あ、本当だ、タキはあなたのことをそう言っていたけど、一体あなたは。インドラの化身です。まあ僕、ちょっと前からインドラの化身とか死神とか言ってますけど、あの後のデビル・リバースさんが出てきた時に、このケンシロウはインドラの化身であると、戦いの神であるというセリフがきっと出てくるはずですね。いいですか、水が出たことを誰にも知られてはいけません。いやー、もうこう言ってる間にもバレてるんだけどね、おそらくね。知られたらたちまち野党どもの餌食になってしまいます。隠し通してください。早速ですよ。水が出たようだな。ジャッカルさんが一番賢い生き方してるんだよね、その北斗の拳の中では。自分自身はそんな強くないけど、いろんなやつらを使ってね、特にデビルリバースだけどね。ヒャッハーさんですな。ジャッカル様、行きますか、水を奪いに。焦るな、やつの拳法は多分北斗神拳。なぜ知っている。あえて危険を犯してまで象を倒すことはない。要は象の肉を食らえばいいんだ。うん、賢い。あ、偵察隊のやつらが勝手に、あれ、こんなことあったっけな。これはその北斗無双の戦いを正当化するためのただの口実なのかもしれないな。いやー、そうだ。あ、百宝水だ。あ、でもあった気がする。ハイエナとも、もう水の匂いを嗅ぎつけてきた。あのね、あ、そう、水を飲んだらすぐに出ていけ、そしてここに水があったことを忘れるんだ。そう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 、確かね、その井戸水をなんかバケツかなんかで拾って頭から浴びてるヒャッハーがいた気がするんですよね。それこのヒャッハーかな、ちょっと、まあ、はっきりは覚えてないですけどね。でもそんな感じだった気がするな。おお、原子炉も結構強くなってますね。闘技場で使えるほどではないんですけど、まだ原子炉自身は S だし、奥義もね、奥義も普通のレアと S と SS があるんですけど、 S ランクしか持ってないんですよね。いやー、だからちょっと、まあ今後何どのキャラ育てるかっていうのも結構悩ましいんですけど。いやこれずっと見てたいな。もうあの今酒酔ってるからね、もう何でも面白いっすね。これはシラフでも面白いか。お前たちのここ数日の記憶を消した。消しすぎじゃない、ケンシロウくん。ここ20分でいいんじゃない。バット、こいつらを砂漠にでも捨ててこい。そう、ああ、思い出した。こいつらポカーンとしてんだよね。ヤンクックの髪型の彼ら。バカな奴らだ。わかったろ。今行かなくても水は逃げん。その通りだ。ジャッカルさん、ほんと賢いんだよ。ふう、しかし、あんな連中がいたんじゃ、水が出ても安心できねえな。奴らがただの通りすがりの野党ならいいのだが。ケンシロウも特に目的のない旅をしてるわけだから、この場にね、とどまっておいてあげてもよかったんですけどね。いや、トヨさんもこれ、分かっていますじゃ。ご心配ご無用。いざとなったらこれがありますでな。かなり特徴的な喋り方をなさる。わあ、すごい。こんなライフルみたいなので、とかなるんですかね。ふふ、弾もまだ何発か残っておるでな。何発かしかないんだ。俺がいれば災いを招く。お元気で。まあ、そうだね。あ、鬼。お兄ちゃんの鬼なのか、鬼ヶ島の鬼なのか、どっちでもあるな。し、黙って見送っておあげ。あの人は旅を続けなければならぬお人じゃ。そういうわけでもないんだけどな。
この世の中にはわしらみたいな人間がいっぱいいる。あの人が現れるのを待っているんじゃ。お気をつけて。ケンシロウが救世主って呼ばれるようになるのっていつだっけな。てか呼ばれるんだっけ。俺を置いていこう。だってそうはいかねえぜ。まあバットは優秀なマネージャーであって、私もついていく。リンもね、アイドル的存在としてちょっと雇ってやろう。勝手にしろ。ケンシロウもツンデレなんだよな、本当に。ツンデレ、いやまあキリュウさんのようないい感じのなんか世話しいでもあるんだよな。ジャッカル今喋ってたかな。喋ってたろうな多分。これだけ離れればガキどもの悲鳴も聞こえんだろうと。バイク好きだな本当。邪魔者はいなくなった。行くぞ。真ん中のこれバイクなのか車なのか、なんか中間ぐらいのマシンだったな。っていうか今ので1か2から6まで結構あるな。もうちょっともうお酒回ってても、なんというかね、まあ早く寝たいんすよね。おおばちゃん、一体あれ何。まるで化け物の大群だよ。まあもっとやべえやつらさっきいたぞ。大丈夫、喋った喋ってないから心配はいらん。しかしあんな連中にまでも狙われていたとは。よし、狩猟を殺せば奴らは銃を恐れて逃げるかも。豊もすごいんだよね。ほんと肝が据わってるよね。いいか、ババアとガキどもは皆殺しだ。うん、ババアは殺していい、ガキは取っとけ。神のご加護。ドフォン。ギャー、やった。漫画で夜よくあるやったかですね。ババア銃声。あの弾が命中したかどうか、まあこれから分かり、まあどう考えても命中してないんだけどね。え、銃声？俺には何も聞こえなかったぜ。ケンシロウ補完もする、補完っていうか聴覚するのいんだ。まさか。いや今こそ戦いが生じてもおかしくないと思うんだけど、これストーリーだけなんだ。3、怒り、地獄の果てまで。地獄というワードが出てきましたね。地獄？いや関係ないか、デビルリバースと地獄は関係ねえな。まあじゃあ、おお、ハウ、おおばちゃん、ん？ちょっと待って、ん？左のジャッカルの手から伸びてる白い棒はなんだ？なーに、急所は外してある。ゆっくり死ねばいい。なぜジャッカルを銃で撃ったのに生きているのか、その説明がされないのかな。されなそうですね。おばちゃんが撃った銃の弾はジャッカルの頭をかすめたんですよね。まあ頭から出血する程度であるが致命傷ではなかったと。でジャッカルブチギレですよ。まあ切れてようが切れてなかろうがやることは一緒なんですが。今日からここは、ここが我々の根城だ。もう雨水をすする必要はない。水は無限だ。無限だって考えちゃうところも本当バカなんだよね。まあ井戸水って無限なのかな。おお、すげえわ。あ、フォックスいたわ、こんなやつ。フォックス、はは。あれ、中東地配権を操るのはフォックスだったっけな。壁にめり込んで頭っていうか壁に頭めり込ませて死んだ中東地配権の使い手かどうかちょっと忘れたね。俺の右腕としてますます活躍してもらおう。右腕がねフォックスっていうのはだいぶやばいですけどね。お任せを。ジャッカル貴様の知恵を借りよう。そいつらを始末するにはどんな方法がいい。ああこんなんあったわ。ババアの前でガキを一人ずつ公式形というのはいかがでしょう。もっと面白い殺し方をさせようとするんですよね。ふむ、
そいつは面白い。よし、そのガキからだ。うわい、やだやだ、うわーいって言っちゃったなまあいいや、ひへへ、おとなしくしろ。これ確かね、孔子系の縄をこのヤッハにかけるんじゃないかな、ケンシロウ。いや、やめてくだされ、貴様ら。ち、やはり銃声を聞きつけて戻ってきたが、引き上げだ。あれ、子供にかけようとしたその首の輪っかのやつをヒャッハにかけてケンシロウが痛めつけてた気がしますが、忘れました。ちょっと待ってくださいよ、ジャッカル、なんであんな青二歳一人に逃げなきゃいけねえんです。手下か、投げは相変わらずすごいな。どんな剣法を使うか知らねえが、俺がやってやりますよ。そんな甘いもんじゃないんだよ、北斗神拳は。もうねえ、かかってこい。ケンシロウとラオウとトキいたら世界征服できるからな、おそらく。じゃあまあ、あとオートで好き勝手やってもらえますか。あ、元プロボクサーだった俺様が、あれ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 、元プロボクサーはね、確か、あれ北斗断骨筋だっけな。あ、そうそう、安倍氏を使うんで、安倍氏を言ったのが元プロボクサーのとこで、なんか右ストレートを打った元プロボクサーの男をピシ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 って言って、ね、確か北斗断骨筋じゃなかったかな。これは北斗、いや北斗が如くでもカウンター技としてあるんですが、この安倍氏の方、あれ何の飛行ついたかとか技名は言ってないな。断骨筋だった気がするけど、気のせいかな。骸骨剣、骸骨剣は違うな。はい、次は貴様らだ。寄るな、それ以上近づいたらガキどもは吹っ飛ぶぞ。さあ吹っ飛ぶと、ダイナマイト、そういうことです。ふわはは、これでは手も足も出まい。ジャッカル様、てめえなんかとは頭の出来が違うのよ。まあおっしゃる通りですな。てかフォックス、今見たら何その髪型全剃りしろよ全員車に乗れ。俺はお前とは争う気はない、だから俺を追う必要はないはずだ。俺行け、わーんこの少年の逃げ方もほんと腹立つんだよな。漫画読んだ人ならちょっとわかるかもしれないね。さらばだダメだ、間に合わない。漫画だと少年2人のその腰にね、ダイナマイトぶっ刺すんですよ、点火して。で少年2人とも別方向に逃げ始めるんですよね。でケンシロウはまあ1人のダイナマイトを、1人の子供のところまで追っかけてて、ダイナマイトを取って、まあ取り除いてあげるんですけど、もう1人いまして、間に合わないと。じゃあどうなるんでしょうか。ババア、そうそう、このババアがやってくるんですよね。でもこれ致命傷だっけ、違う気がする。おばさん、ババア、おい、しっかりしろ。ババッと、お前がなぜ村を出て行ったか、わしには分かっておったよ。お前は他の子より大きい、食べる量も多い。自分がいなくなればその食料が他の子に、わしや子供たちのために口べらしになってくれたんじゃろ。お前は本当に優しい子じゃな。おば、バット、体に気をつけてな。まあバットはね、本当に心優しいやつだから、まあ実際そうなんでしょうね。バットの目怖いな、これ。爬虫類の目してるな。母さん、お母さん、ああ俺の声とバットの母さんかぶっちゃったな、申し訳ないな。まあいいや、母さんだから。まあはい、地獄の果てまでも追い詰めてやる。
ということで、ケンシロウの旅の目的がちょっとできましたね。よかったですね。あと3つか。じゃあこれかな。ジャッカルの手下。このショーのボスはフォックスになるのかな。あのちょんまげの方の、ちょんまげヘアスタイルの中東地拝見を早く見たいな。なんですって。あ、天守これかな、今回かな。天守がひどい目に遭うってちょっと前にお伝えしたかと思うんですけども、これかもしれないな。これだ、絶対これだ。しばらくの間子供たちを預かってほしい。え、またまた、そんな冗談言っちゃ困りますよ。できこないですよ、無理ですよ。どうしてもか。勘弁してくださいよ。ダメですよ、へへ。そうか。これひどいんだよ、ほんとひどい。あんた何をしたんだ、まさか俺を殺したのかい。この質問もわけわかんないけどね。天使はもう北斗神拳を完全に理解してますね。いや、今すぐには死なん、1ヶ月後だ。ひどい脅し方、最低ケンシロウ。1ヶ月、そんな絶望ですよ、天使的には。直し方は俺しか知らん。このケンシロウの手の動き最高ですね。俺は1ヶ月後に帰ってくる、それまで子供たちを預かってほしい、くれぐれも子供たちを飢えさせないでくれ。あ、ちょっと、まあこの天使もね、食料けちりましたが、しかも天使が預かるのはリンとバットだけじゃないんですよね。あの村にいた子供たちを全員ケンシロウ連れてきてるんで、まあ10人くらいのね食料が必要になるんじゃないですかね。ほら、それにしてもえらいもん頼まれちまったな。でも多分ケンシロウはこの世の王になるからリターンはでかいぞ。おじさんお腹減った。これ従わないと殺されるわけだからな。ケンはもうこのまま戻ってこないかも。そんなことないさ、あのガキども置き去りになんかしないさ。ケン頼むぜ、ジャッカルの連中を倒してくれ。どうした、かかってこい。また唐突に戦闘が始まりましたが、あ、いきなりジャッカルの手下なのか。まあいいか、すぐに終わるでしょう。まあこういう空き時間にいろいろストーリー以外のところもね、お前ら北斗無双のこと、ああそうですね、闘技場のこととか、あとは訓練場のこととか、まあルーティン的なことも話していこうかなと思ったんですけども、まあいいかな、北斗の剣で、そのストーリーでね話が尽きることはないですからね。いやー、これラオウが死ぬまでやってほしいな。アプリ自体のね人口そんなに多いんじゃない。まあアプリの答えや、その代わり貴様にはメッセンジャーになってもらおう。そう、メッセンジャーあったわ、飛行ついちゃうんですよね。いやー懐かしいっすよね、本当に北斗の拳の漫画を読んでた人にはかなりストーリー珍しいものになってるはずですね。これメッセンジャーとか本当懐かしいわ。これ頭に穴開いてんだよな。なんだ何をした。行け、お前の体がジャッカルへのメッセージになるということですわ。覚えているよ、必ずぶっ殺してやる。お前はもう死んでいる状態なんだけどね。狂犬どもめ、生かしてはおかん。ケンシロウはね、本気になったらやり方がマジでエグいですね。悪魔たちへの挑戦状。あ、フォックスだ。今回のボスはフォックスですね。フォックスさんは先ほど出てきましたジャッカルの右腕と呼ばれている中東地拝剣と呼ばれる剣法の使い手なんですが、ジャッカル、あ、オートにしちゃった、間違えた、2倍にしちゃった、4倍にしちゃった、危ねえ。メッセージ、それでなんと危な、
それが俺の体がメッセージになると。いや体が爆発するのはまだ北斗神拳でわかるが、最初のヘルメットの取り方どういうこと。まあいいや。そうか、これがメッセージというわけか。これ俺に対する挑戦状か。そりゃジャッカルさんも笑うわ、今の死に方したら。もうヤンクク、それではこういう風に俺たちを殺すという、俺じゃない、やつの怒りの凄まじさがわかる。どうやら俺たちは触れてはいかんものに触れてしまったらしい。ただまあバイクで逃げればケンシロウが追ってくることはないんだけどね。まずい、こいつらのいた場所にはフォックスの一帯が食料調達に、一刻も早くフォックスに知らせねばって言ってるんですが、ジャッカルの手下はね、ジャッカルは本当にね、その必要はない。やつがフォックスに引っかかれば、それだけ俺たちは遠くに逃げることができる。いや、バイクあんだから余裕で逃げれるべ。しかしフォックスはあなたの右腕では。この後の名言がね、素晴らしい。ムービー入るかな。右腕、俺の右腕はここにある。これな、バイオハザード4で右腕が取れるのかってレオンがサラザールに言いましたけど、まあこの返しをしてあげるべきですね。サラザールは、俺の右腕はここにある。ふふ、しかしフォックスもただの男ではない。まあ、北斗神拳の前に、まあ前にすればただの男なんですが、奇妙な剣法を使う、結構食い下がるやもしれんぞ。確かにあの背筋力は異常なんですがね。はは、行くぞって。やっぱりお前らバイク使ってんじゃねえか。俺はジャッカル、神をも欺くことができる、うん、まあやっぱりケンシロウは神なんですな。自警団死にますこいつ。誰か倒れているぞ。よそ者が生き倒れか。この時のね、あのフォックスの表情がとっても面白いんで、ぜひ漫画を読んでください。読まなくても面白かった。うわ、なんて凶悪な人相だ。こいつはきっととんでもねえ大悪党だ。生きているといかん、息の根を止めておこう。ラリってんな。そう、はっ、消えた。そう、あの自警団はね、地面に向けて槍を突き刺すわけなんですけども、なぜか寝ていたねフォックスさん、飛び上がります。このように。げっ、なんだとこのフォックス様を化け物みてえに言いやがって。で、手をくるくるしてね、刃物で殺すんですね。あとは女子供グレーだ、食料をかき集めてこい。母、今の手下髪型やばくなかった、めちゃくちゃ。人を殺した後はそういう癖あったなフォックスさん。まあここで見せてるのは生ぬるいですね。フォックスさんは、壁に向かっておしっこするんですけども、壁からね、壁穴開いて、手が出てきて、まあ顔ムンズと掴んでね、その壁にできた穴に引き戻すというか、ちょっと説明難しいな、漫画読んでください。あ、あんたか、へへ、元気だったかい。ひべべ、こんな面白い声出してたっけ。やろう。痛えな。あれ、あ、これでフォックスとやるやんのか。原作ではフォックス瞬殺ですね。かかってこい。フォックスの顔は壁に埋め込まれてもう大変なことになってます。強いのかな。強くはなさそうだな。まあまあ後ろをね、育てておいてよかったですね。早くね、次の章終わればガチャできるんで、ガチャやってね、強くしたいな。早くヒューイを強くしたいんですよね。
あとヒュイの次は、次はあの無法者が多分強いと思うんで、ヒュイより無法者の方が強いんじゃないかな。無法者が欲しいんですよね。でもあんまりガチャがね、いいの出ないんですよ。まあしょうがないですね。あ、次ジャッカルの居場所。あ、またフォックスと戦うのか、めんどくさいな。フォックス今死んだべや。まあいいや。結構今回のショー長いですね。30分ぐらいかかっちゃうんじゃないかな。俺はあんたに逆らう気はないぜ。嘘つけ。ほら、この通りだ。あんたとやり合う気なんぞ毛頭ないぜ。出た。こんな無抵抗な男を殺そうってのかい？何なんだろうね。もう死んでんじゃなかったっけこいつ。あ、違うな、違うな。思い出した。まあ常人なら考えつかないようなやり方をやるんですよ、ケンシロウは。さあ来い、近寄って来い。油断してもう一歩近づいた時がお前の最後だね。このままフォックスは飛び上がって、くるくるして、ケンシロウの首を跳ねようとしてるんですが、ケンシロウは。いや、この一コマの迫力はすごいな。あの、フォーね、ジャッカルの右腕のコマとどっちサムネにするか迷いますね、これは。な。敵の胸を突き倒す巨剣。いかにもお前らしい剣法だ。いや。ちょっとこれ桁外れだな、岩のでかさは。避けるために貴様の剣は大地という強固なガードを背負い、全面の敵に全能力を集中することができる。方法は盲点となる。いや、あの漫画ってこんなゆったりしてたの。嘘でしょ。ねはい、あ、ジャッカルの行き先を聞こうか。え、誰がしゃべべべ、なんだ、口が勝手に母が、あれ、こんな飛行あったんだ。新一という飛行をついた。貴様、口を割るしかない。あれ、ラオウがジューザに飛行をついた。ジューザからユリアの名前を聞こうとしてたけど、それは新一ではなかったはずだな。でもあれもハイブの首の後ろをついてたはずだな。共通してるんでしょうかね。ジャッカルの行き先はピレニー、ビレニーか。ビレニープリズン。ビレニープリズン。そうだ。凶悪犯ばかりを集めた刑務所。その跡地だ。奴はそこの脱走者だったんだ。よくわかった。なぜだ、なぜ口が。言ったろ、貴様の意志など無用と。それでは貴様の処刑を始めようか。ぶっ殺してやる。お前も死んでんだよ本当に。ああ、戦闘まだやってなかったか。どうした、かかってこい。いやでもさっきの背中ポンポンは本当に、いやびっくりっちゃびっくりで、まあいいや。また漫画読みたいなあ。あれ実家にあるんですよね。自分今あのギルド、まあこれギルドがあるんですけども、栃木県民というギルドにやってるんですが、まあ実家が栃木にあるのでそういうねギルド名にしたんですけども、栃木の実家にあんのかな。ちょっと今度帰ったら探してみますかね。いや、あれ？トヨバーいるわ。なんでだ。いやーでも北斗無双面白いなー、面白いっていうか、まああんまりね、ああ新章解放、はい、あんまり人は多くないのかもしれないですけどね。自分今ワールド5ってところに、ワールドごとに設定されてるんですけど、5にいるんですけども、まあもうちょっとっていうか、まあ運営さんもね、まあ人気が出ればいろいろ改良してくれると思うんで、ちょっとそれ期待しております。はい、それでは今回ちょっと長くなっちゃったと思うんですが、ここまでになりまして、次回は、ジャッカルをぶち殺しに、行くことになるんでしょうかね。悪魔の封印、あ、ジャッカルじゃねえわ、ジャッカルの前に悪魔の封印があったか。うん、
はい、次回この11章遊んでいきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。